さあ今夜4度目の防衛戦を控えるフル中のハウスマン、このモンスターリッパーなのか。モンスターリッパー、嬉しいですね、こういうキャラクターは本当に。さあ結構もうそしてなんか結構血生臭いもんになるんじゃないかなと思うけどね、はい、そうです、今や全日本女子です、いえ日本、いえ世界一の女子プロレスラーとしてナンバーワンとして言っていいでしょう。今や最高のレスラーブル中野、今入場です。やっぱりあのブル様の迫力ってすごいよ、出てきただけで素晴らしい。うわ、このコスチュームからこの威風堂々としたこの凱旋クレオパトラと言っていいでしょう。今夜自分よりも大きな相手です、モンスターリッパーを相手に。いましたね、最初から最後まで。この顔好きなんですよ、花道の凄みを利かした顔が。いや、いいですよ、ついに実現しました、超重要対決。やったね。さあ、場内興奮最高潮、立ち木も変わりましたね、すごく。いや、トップよ、本当に。チャンピオン、スリーダブレ世界チャンピオン、ブル中野入場です。世界シングルチャンピオン243のブル中野、そしてモンスターにも言えるか、お気をつけください。あ、そうかもしれない、うん、あー、今音がゴツンときたね。お気をつけください。超獣対決と言っていい、この夢の対決、あ、連客した一生振りかざしたモンスターリッパー、全日本女子プロレスは5年半ぶりに来日しました、このモンスターリッパー7、試合オープニングからこれはブル大ピンチです。いきなりの首絞め、超攻撃、そして場外ランド一攻撃、カウントが進みます。リング内で試合をしてほしい。さあ、さっきにモンスターが戻りました。そしてブル、こんなことで収まりがつかないでしょう。ちょっと苦しい表情を出したんじゃない、ブルも、こういう風な先制攻撃あんまり受けたことないし。そうですね、いつも逆ですからね、逆、うん、あの体重がすごくあって動けない、なんだってモンスター言われてても、バカず踏んでるって感じがね、そうですね、うん、それが全日本女子のマットじゃなくても、世界中のリング上がってるじゃないですか。なるほど、さあパンチから、さあモンスターアタック、あのブル中野が、あれもあんまり受けたことないんじゃないの、飛ばされてしまいました。いや、流血してますよ、すでに。そうですか、イスポンかな、これは早くも、早くもリン、さあ右左パンチ、場内中野コールです。これはもうブル中野もう出血、そしてなんとリングにイス攻撃で、またしても脳天直撃です。モンスターアタック、飛ばされ、そしてイス攻撃で体を割られ、ボディストロン、カバー体勢、ブルのことを軽々に持ち上げてますよ、うん、これなんかもギロチンドロップも食らうときついんじゃないですか。いつもやってる方ですよね、うん、あのすごい肉が落ちてくるわけでしょ、うん、本当に圧迫されるような、うんうん、さあちょっとね、ブルの中のピンチです。なんかブルがやられてるって珍しく見えちゃうんだけど、珍しいですよ、うん、初めてですね、この東京編するのは。ここまでワンサイドで痛めつけられているブル中野ですけども、またしても一攻撃です。このまま一方的にモンスターが攻めるのか、これもロープで首をグイグイと締め付けています、モンスターリッパー。さあ今までの、ね、スタミナを、ね、早くカバーしてほしいんですけども、ちょっとここまで一方的なワンサイドですけども、モンスターリッパー自由勝手ですけど、あ、これブル中野が逆に石にモンスターリッパーの額を、そして一攻撃に逆襲、逆襲です、ブル中野の逆襲です。さあ一
足を振りかざした、流血したブルの中の大きく振りかざして、さあこれでモンスターリッパーダウン、エプロンから場外へ行くのか、さあ場外誘ってブル中野が一気にしたいよ、これは客席危ない、ここで逆転転じたブル君、しかしこれは石と石との連携で、すごい長寿夢の対決、さあそしてブル中野が逆転、今度はリングに上がってほしいね、はい、モンスターリッパーを、さあ今リング上にブル中野サードアップしました、モンスターリッパー、モンスターリッパーも失敗しました、モンスターも失敗しました、予想通りって言っちゃ変だけど血生臭くなってきた、だんだん、はい、さあここでですね、大田区体育館での過去の日本女子プロレスのですね、いくつか名勝負がありました、そして今日も名勝負が生まれました、しかしこのモンスターリッパーのアタック、ブルー飛ばされました、しかし踏ん張ってほしい、ラリアートをかわして、あー、ムンちゃんが出た、ブルー中野モンスターリッパーをロープへ飛ばして、さあヌンチャクです、さあうわ、また今トゲ当たり出てきちゃった、見せてくれるよ、すごいモンスターアタック返してヌンチャク攻撃です、いつもの、あまり反則攻撃とか受けたことないから、自分がね反則ですね、そしてここでヌンチャクを膝を出しましたね、左足が胃袋へ、さあ両者出血しました、この鳥獣の対決来ましたね、今軽々とブルーの巨体をボディスラムです、そしてモンスターリッパーロープ2段目からフライングボディープレスを返したブルー、そしてブルーが早く素早くコーナー最上段へ上がりました、さあこれはフィニッシュに出るでしょうか、ギロチンドロップが入った、あれ返されてしまった、こんなことがあっていいのか、この必殺フィニッシュホールド、これが決まんなくなるとブルも苦しいでしょう、モンスターリッパーすごいスタミナの持ち主です、できるかな、そして DDT でブルがなおも追い詰めます、カウントが入る、カウントは2、モンスターリッパー伊達にこの身長、そしてこの体重はほっとはいません、斉藤さん、日本アメリカプロレスは世界中待ってますね、やっぱ世界のまた世界を股にかけたレスラーって少ないでしょう、はい、だからモンスターってその中の貴重な一人だから、勝手にあの最終段階のギロチントロップでカウント3を1週間前にね日本に来た時は、アジャなんかはね、昔の名前のレスラーだからって言ってあんまり気にしなかったみたいなんですよ、はい、でもこうやって1週間試合してみるとやっぱりまだまだ馬鹿にできないっていう感じですね、なるほど、さあここで両者血だるまですけども、ブルッアシッと首を固めましたけども、モンスターリッパー逆にブルーの左足に攻めてます、さあ両者チタルマの場外線からリング中央での、今度はモンスターリッパー左足をレッグドロップです、さあそのグランドの攻防です、もうちょっと長時間の足攻めでブル選手左足一方的に固められ抑えられています、そして蹴られ、これはどうしても足に重点を置かれたというところは痛いですね、あのブルぐらいの、ね、はい、体重だと足はちょっと非常にきついですからね、集中してやられるとやっぱりデブは足を狙い、デブは足を狙いですか、確かにそういうのがやっぱり下半身が弱いということですね、デブは足を狙いあ、これ大きい選手とかとやってると、さあ逆にレッグドロップから、よく先輩がデブ足だデブ足だって足とか言ってくれて、さあブルバック回って、いや今本当ブルがモンスターをねバックドロップ投げちゃうことを非常に期待してたんだけどね、捕らえましたねモンスターが、あ、それからやっぱり日本人は張り手、さあここで張り手からキックだ、そう日本人は張り手ですよ、最後は張り手、鼓膜がやめそうですけどもね、張り手っていうとポン、これがありゃあの顔面テンプル下にヒットしました、カウントがあります、さあ張り手から流れを変えました、このメインイベント
ヘルもほら思うように自分の技が決まらないからだんだん苛立ってくる、さあモンスターでいっぱい逆にもらうなよ、もらっちゃった、コーナーへ振ってモンスターアタック、これは押しつぶしです、痛い、ブール中野疲れてくるといつも避けられるのも避けられなくなるという、だってもう血も出てるし頭朦朧としてるし時間長いし、2発目を狙ってそれを返して、あ、投げた、投げバックドロップを狙ったけども、ね、モンスターをバックドロップなりジャーマンに投げたらそれは非常にすごいこと、はい、そうはいかないかな、さあここは攻めづらい、モンスターにいっぱいをブルナが、さあバック回して投げた、バックドロップほどに固めた、しかしカウントは2、なんかブル中の久々に見る苦戦って感じ、技が通じないと言っていいですね、うん、これはブル中のどうしてもどういった技で苦戦って感じ、またこう巨大な壁っていうのは大きいですか斉藤さん、やっぱりでかいやつ強い、あ逆になんと、あパワーボムがカウント2、これも同点後頭部です、メインイベントスリラブ世界シング選手権一進一退の攻防ですけども、今の先頭を失敗したモンスターリッパー、さあ最上段上がったブルー中野が、空中ガード決まりました、一回転のギロチントラップですね、見事ブルー中野、そうです、スリダブル世界シングル5度目の防衛に成功しました、よくぞブル中のエースの意地、そしてあなたは本当に今日も輝いていました斉藤さん、失礼しましたけども、またおでこっていうよりも頭の中に切れちゃってるみたいだから、早くブル中のにはちょっと手当てをしてほしいです、早く治療してほしいということですね、はい、舘野さん、やはり体の大きさっていうのはレッサーにとって大きいけど、普段ね小さい人としかしないから、はい、悩んだでしょうね試合中、さあ5度目に成功したブル中野、でもすごいですね、失礼しました、しかし最後ワンツースリーを取った、これは息がありますね、はい、モンスターからの一生は大きいと思う、そうですね、うん、何か戦慄が走ったこの大田区体感大会です、スープレックスも効かない、何で最後はと思いますか、そうそうそう、ギロチンできなかったしね、はい、回転式のギロチンがあったんですね、初めてじゃないですか、うん、苦しいブルを見るのもいいもんだね、なんかいいもんだって言っちゃおかしいけども、これでまたこれ今以上に強くなっちゃいましたよ、そしてモンスターもすごいよ、うん、かなりのもんだねやっぱり、認定賞ブル中野君、あなたは大田区体育館で行われた 3WA 世界女子プロレス協会認定の世界選手権試合で見事勝利を収めましたので、このチャンピオンベルトを贈ります。でも動きあったしね、ブル様ならではじゃないかな、さあ今上田コミッショナリー認定者、そしてベルト、そしてこの大きな勝利トロフィーがブル中野ってね、はい、お化粧が取れてきてなんとなく気の良さそうな素顔がちらちら見えてくる時も魅力あるんだよね、なんとなく今の顔なんか疲れてるのと、はいはい、両方ですごくいい、このアンバランスさがいいですね、うん、だって化粧を剥げてくるんだから戦ってれば、それもこれも全部本物のブルって感じで味わい深いね、はい、